はい、どうもミストです。久々にねパワーフェスやってるんですけども、図鑑埋めをね、していたところ、まあ、たまたまねプロ野球レジェンズと戦う機会になりまして、で相手のね選手を見てみたところ、はい、私がね戦ったことがないパターンで来たのでね、まあ動画化しようかなと思った次第でございます。で早速ね選手のを見ていきますか。前戦った時、まあ、動画もね上げてるんで、まあ、リンクも貼っておくんですけども、前戦った時はもうなんかもう昭和のなんかスーパースターみたいな、もう 3,40 年くらい前のなんかスーパースターがねすごいスタメンにねひしめいてたんですけど、今回は今まで近頃まで現役だった選手もね多々いる、そんなオーダーになってるんでね、まあ改めて見ていけたらなと思います。はい、1番井口選手ですね。今千葉ロッテマリーンズの監督でございます。1番でこのねホームランが飛んできそうな、能力してますね。盗塁阿部比広角固め選球眼、うん、で現役さながらのセカンドですね。で2番が井端、この徳能の多さやばいでしょ。うわー、まあ、2番バッターらしいね徳能を持ってますね。守備力も、まあ、折り紙付きということで、はい。で3番金本、鉄人ついてますね。安川もついてますと、これは厄介ですね。まあ、ただ守備力はそんな高くないんで、まあどこ守ってんだ、レフトか、レフト、まあ、ついていけたらなと思います。で4番の小笠原、なんとミートエースです。彼も威圧感持ってると。で阿部比パワー比広角ね、もうパワープロアプリの必須能力が並んでますね。で補給が低いのが結構珍しいですね、小笠原の割に。ポジションはサードです。で、ファーストか。で5番に中村典弘、中村典弘こそパワー S かと思ったんだけどね、まあ、威圧感持ってると。ミートこんな高いんだ、なんかあれっすよね、ザ・ホームランバッターみたいなイメージありますけどね。これ応援歌とか流れたら熱いっすね。中村典弘のね近鉄時代の応援歌大好きなんで。で6番になんと松井秀喜、パワー比初級威圧感、あれっすね、あれはないんですね、広角打法。どっちかって松井はプルヒッターよりか、はい、こんな感じですね。はい、で7番に前田智則選手、オール B ですね。守備力は A、 いやー、まあ隙がない能力をしてますね。ポジションはセンター。で8番に谷繁、キャッチャーと送球、うん、パワー高いな、これ多分あれかな、横浜時代の谷繁選手かな。いやー、これもアドレナ、まあ古田と比べたら劣るところはありますけどね。でピッチャーに工藤選手、スクリュー、カーブ、スライダー、ソフトバンク監督ですね。てかあれですね、金本も阪神の監督ですし、高橋の忍いたらな、よかったんだけどね。ミート対応が面白いんだけど、ピッチャーなのに。はい、で里崎、はい、ロッテの活躍した里崎ですね。で松中、うおー、ミートパワー A、まあ、三冠王を取ってますからね。パワーヒブル飛翔級ヘッドスライディング威圧感、まあ、これ多分調子の問題でスタメン外れたのかな。で立浪、2000フォアアンダー達成してますね。長嶋満塁、うん、守備力も素晴らしいですね。で小久保、パワー比満塁、セオナラ逆境、威圧感、これね9回裏とか出てきたら困りますね。で石井拓郎、うわすげえ、岩手よりすげえ、これは横浜時代の石井拓郎ですね。で宮本、さすがの守備職人、やばいな、これは守備固めでできそうですね。で稲葉、侍ジャパンの監督です。うん、阿部比ないのはちょっとあれかなと思ったんですけど、うん、まあまあ早急 A っていうのも守備力もいいですからね。で赤星、やばい、早すぎ、ワロタ、これは素晴らしいですね。ワンチャン電光石火持ってると思ったんですけど、はい。で投手の方を見ていきますか。マークいる、高速スライダー、シュート、スプリット、これは打てないな、でも一発があるのは幸いですかね。でダルビッシュ、うん、変化球多すぎ、ダルビッシュもやだな。岩隈はまだちょっと打ちやすそうかな、まあ、ゲームの話ですけどね、実在したら絶対打てないんですけど。フォークスキラー、マイケン、
マイケも変化球多いな。ただ一発があると。変化球中心嫌ですね。高津、あのヤクルトの抑えですね。キレリリース、シンカーを2種持ってるという感じですね。マクドーリ良かったですけど、クド絶好調なんだよね。はい、私のオーダーはね、ざっとこんな感じでございます。ではやっていきましょう。台風でちょっと、まあ、台風もおかげもあって、まあ、勝つ可能性はね全然あると思うんで、勝ちをもちろん狙っていきます。アイテムで変化球ガムと、リモコンを持ってきてます。よし、さあまずは0点に抑えていかないとね。怖すぎ。ミートにしてくれ頼むから。お、入った。あー、投げるとこねえなマジで。うわー、いくこれ、風逆だけど。うーわ、入るんだよ。半端な。これはまあしゃーなしやな。まあランダ戦にしたいですね。まあ達人なんで打てるかが問題なんですけど。キレやば、キレつか変化量が半端ない。うーわ、カーブとか絶対打てないでしょこんなの。ストレートとまあスクリュー狙いかな。速っ。まあ、ミートにしますか。さあ仕留められるか。落ちろ。ああ、カウント前進。くー、これでワンアウト。ちょっとね、スクリューつったけど、須藤じゃねえや、工藤、スクリュー合ってる、合ってるか。うーん、風が逆なんだよな。投げました、初球を打ちました。そうだよね、逆だもんね。これでツーアウト。入ってくるスライダーだったから打っちゃったんですけど、まずは初球。あの球はまあ風逆だ、風がね追い風だったら狙ってもいいよな。さあスクリューは狙い目。そこもいい球だな。次が4球目。あ、もうちょい高かったら言ってました。さあ次は何を投げてくるか。あー、超える、超えていく。よし、チャンス。さあホームランにはホームランで返させていただきましょうか。えぐ、慎重に攻めてきます。投球これから2球目。投球3球目。おっと、勝負してこないか。勝負していただきたいところ。さあ4球目。してこないか。まあまあまあいいでしょう。5番にはサボマスが控えてます。さあ1球目。うわ、チャンス A を生かせ。ガキ言うたな、きつー。あー、お、でも面白い。あー、でも誰か、金本のくせに守備がいいなボールか今の。あー、点入るね。風がちょっと収まってきたかな。さあ次の球。ストレートはボー、コーナー攻めてきます。ミートでもありでミートいくか。投げました。外角、うん、今の打ってもよかったけど。さあ次は何で来るか。さあ何ですか。ない、インコース苦手なんで自分あんま投げないでほしいですね。落ちろ。あー、取られない。よし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 、2ついける。OK、 じゃあチャンスを作っていく。薬師寺、薬師寺をミートリックか。レフト線に打ちます。いいですね。 OK、 スライダーを流していく。上がらせたか。まあヒット狙いで、ヒットフォアボールでいいでしょう。いいよ。正直駆動以外から打てる気しない。
ングアイズ追い込まれています。抜けろ。あー、イグチに取られた。ゲッツーは最悪でしたね。まさかタイが枯れてくれた。一発を同点ですよ。第2球を投げた。一発狙います。全力やめい。さあ勝負してくるのか。速攻は手が出ない。ナイスピッチの、ね、演出のせいでね、くらむんだよね目が。さあ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 、試合は長いですよ。風向き変わってほしいな。投げます。低め期間でストライク。やべ、早くも追い込まれています。うん、無理。そこ嫌いなんですよ。よし、ボールを掴みました。流れるか。よし、ここは全操作でしょう。さあ初球。内角低め見送ってストライク。まずは様子を伺います。1点でも返したいですね。投げました。あー惜しい。早かったか。次はどう攻めるのか。外れた。おー、さあ次は何で来るか。無理だな、そこは打てないな。スクリュースライダーあたりは狙い目なんでね、打っていきたいですね。そして風が味方をしてきた。遅めにしようとするとカーブ合わないんだよな。同じような。さあ勝負してくるのか。あー、もうずれてる。上がってます。センター落下点に入りました。センターフライ、距離を掴みました。これで2アウト。さあ打席で日野が有利に立ち向かいます。うーわ、いい球。いってくれ。よし、いくでしょ。ないわち。はい、入ってくるカーブを引っ張って入れる。さすが勇者。向かってくる。これが勇者です。これが勇者のバッティング。あー、ほっとした。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。いいね、気持ちいいわ。これ風なかったら行ってなかったっすね。ギリギリ。さあ2者連続いっちゃうよ。さあバッター国樹、キレが良すぎて入らない。スクリュー、これスクリュー、それはやめてほしいな。うん、来たけど国樹と勝負してくんないな。警戒されてるね。ここはね、内野フライになるね。次が5球目。投げました。厳しい突破しかないのかない。よし、行ってくれ。スクリューを待ってた。イエス、同点。同点ホームラン。オッケー、エンジン入ってきたよ。一撃です。特に変化球を完璧に捉えました。いいね、ご覧いただいています。これこそパワー。これは完璧でしたね。さあ3者連発いっちゃう。まっちゃん、まっちゃん砲。あの噴水の上にいる人にボールを当てます。めっちゃ見てるやん、こっち。外してくるのか。オッケー入ってるね。さあ4球目。よし、いけ、風に流れろー。いや、惜しい。風パワーやば。これ完全に当てただけみたいな感じでしたけどね。伸びましたね。いや、惜しい。行ったと思ったら今。よっしゃ、球種当たってる。タイミング合ってきてよ、工藤に対して。突き放す。ない。強振でいこう。強振で合ってるからね。思ったより速かった。
では改めてリプレイ。まあまあいいでしょう。試合としては面白くなってきて、おー、ただ神楽坂がまずい。そして松井、ランナーを進めさせるわけにはいきません。しないぼ、厳しいところ、ストライクはあまりつっしミートになった。あー、そこでダメよ、失投は。さあ次は何を投げてくるか。よし、いいボール、ナイスボール。さあ強風だが、このフライはどうだ。取りました、イエーイ。これでワンアウト。さあそしてタイガってセカンドはできないのかな。あ、できないか、ちょっとすいません。よし、前田になってだいぶ楽になったな。ただ嫉妬は怖いんで変えますか。すげえな。まあゴロ行こうか。茶色ボールだけで押せられるのか。茶色ボール見送ってボール、ワンボールワンストライク。投げました、アウトコース見送ってストライク。全力じゃ、あ、惜しい。全力、あー入らねえ。入れてく、よし。セカンドライナー、これで2アウト。そしてバッターは谷重、グッドピッチ、いいボールを投げ込んできます。これは入らんか、いいコースですが、わずかに外。よし、いい球詰まらしてるよ。ボールを掴んだ、イエーイ。スリーアウトチェンジ。この日は激戦の予感。工藤変わらないんだ、代打じゃないと。君に打てるほど、このジャイロボール、もう手をしびれさせて投球に影響を与えさせようぜ。よし、ナイス、タイガー。井口はまずい、広角打法あるからインコースに投げます。いいボール、球が決まっています。投げました、インハイはちょっと怖いんだよな。ここはアウトローいきますか。うん、よし、ミートになったね。ここは打たせる、よし、取れる。あー、ジャンプアクション出なかった。まあフォアボールと思えばいいでしょう。こっからがエグいんだよな。ただよっしゃ、ゲッツー、イエス、よく止めたね。いい守備。これ僕だったらもうね、逃げてますね、怖すぎて。よっしゃ、この打順いくよ、この回。ちなみに言わせてましたけど、カミラで1番固定します。そして7回以降全走者なんでね。ここは点を取っていきたい。第3球を投げた、バットを出しません。フォアボールでも出るよ、強気で攻めてきます。さあ4球目、ストライク、アウト。ちょっと待ってください、主人公打たなすぎだろ。さあ仕留められるか。あー、ゲッター、上がってます。左中間のフライ、落としてくれ。ポジショニング OK、 掴みました。これでワンアウト。さあ打席には魅惑の矢部明です。1、2番が全然打ってないね。ああ、今のもったいない、今のはないわ。取りました、これで2アウト。サボりすぎ。打席で日野が勇敢に立ち向かいます。1点でも勝ち越しときたいな。外角低めストライク、まずは様子を伺います。あとは工藤に変わる前にね、工藤の時に抑えたい。投げた、スライダー空振り。へえ、キレがいいな。知り合い発動してるか。だから変化量となんかすごいキレが良くなったように感じるのか。勝負してくるのか。あー、どんな打球、やばい。 3,4,5 抑えられるか。この回怖すぎだろ、ジャイロボールしかないんだぞこっち。くっ、怖え。バカ怖え。よし、詰まった。センターへ上がった。イエーイ。これでワンアウト。怖いよ、打たれてるよ、小笠原には。風もねえ。絶好調だし、これあんま勝負しなくてもいいかもなと言いつつも、勝負は際どいところついてくよ。
ミートにしてくれよ。まあしょうがない。おっとダイソー来たー、赤星来たー。クイックバツだからな、ゴラやられるな。だわ、これは無理。伝説が取れた。よし、詰まらしたよ。よくオッケー。マスヒ次誰だっけ、前田か。じゃあ無理に勝負しなくていいな。よし、ラッキー。オッケー、おいしい。ボール球振ってくれた。勝つよ、どんな手を使っても。うちのクリーンナップも強力なんでね。尻上がりでタイミングがちょっと狂わされてる感あるんで、アジャストしていきましょう。完全なボール球。次が4球目。投げた。お、それた。よっしゃ、ラッキー。あ、危ね、無理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 、危ね。跳ね返りが思ったより大きかった。パワーで持っていこう。くー、合ってた。盗塁は怖いよ。いや、狙ってもいいな。おお、粘る。ファウル。いや、バッターに集中しよう。次が5球目。よし、捉えたー。グッバイ。よし、3本待って捉えていく。完璧でしたね、今のは。いやー、全部得点がホームランっていうね。もうこのゴリラ打線ですけど、さらに使います。しかもほとんど変化球しか捉えてないですよね。あ、ストレートか。うーん、まちまちか。カーブ打ってストレート打って、あとなんだっけ。あー、ボールか今の。ワンボール、ツーストレー。ナイスハット。ファウル。第5球を投げました。あー、バット折れた。バット折れてもそこまで飛ばすか。これでワンナウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ、薬師寺、お前も打てるはず。目つきで仕留めにかかります。風が味方をしている。変化球狙います。ストレートは多分厳しいと思うんで。くそー、待ちきれなかった。ノーボールヒッターが今発動しましたね。じゃあミートリーか。追い込まれたんで。さあ、次は何を投げてくるか。あー、速っ、全力速っ。風はどうだ、取りました。これで2アウト。さあ、さあゴロ一発あるよ。初球はよっ、あー、入ってきたと思った。くっそ、アウト。スリーアウト。完璧だったと思った今。ただ勝ち越したよ。しかも下位打線、ここは勝利をものにするしかない。詰まらせたけど風が。あ、やばい、守備が。どっちにしろ二塁だったか。ふう、流されてったな。全力にすると全然コントロールがもうあれになっちゃうんだよね。うーん、やっぱりね。あー、これも詰まりながらでも取る。コクジでよかった。コクも来た、ここで。もう9回に来ちゃダメって言ったら来ましたね、さっき紹介の時に。ただ打たれても同点なんで、
ここは歩かせるよりかは勝負でいきます。よし、風に乗ってセンターまで行ってくれた。さあ、ゆうち、さあ1球目、ジャイロボー見送ってボール、またあと一つ外れた。ボール、さあ3球目、よし、やはりこの球にはバッター手を出せません。どうしようかな、この辺、よし、取りました。よし、勝利きた。最後をきっちり打ち取ってゲームセット。非常に熾烈な戦い、疲れた。アーレンジャーズがガチンコ勝負を制しました。レジェンド、やっぱ五郎のね、球威が勝りましたね。いや、よかったよかった。これワンチャンオールS とかも作るかもしれないな、プロ野球レンジェンズに勝ったら。まあ、そうなったらそうなったらでまた動画上げようかなと思っております。どれくらい入るかな、ポイントは。だ、主人公が全く打ってないからね、そんなに入らないと思うんですけど。うわ、500超えた、やば。でも台風プロ野球レジェンズ達人の守りはね、初めてだったんでね、こんな入るんだ、これワンチャンありますね。はい、っていう感じでね、今回の動画は以上としたいと思います。まあ、たまにはこうやってね、パワーフェスの動画を一人で盛り上がりながらやっていくのでよろしくお願いいたします。まあ、友達とバイバイもね、やりたいと前から言ってるんですけどね、なかなかみんなと休みが合わないんでね。もしかしたら今日ね、横浜高校対鎌倉学園のね、神奈川県大会決勝があるんでね、まあそれを見にね、来るかもしんないんで、まあその時があれば一緒にプレイしたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、高評価などお願いいたします。では、失礼します。See you.